どうもスモークでーす。イエーイ。ちょっと10分遅れてしまったんですけどね。はい、すいません。実はうちがね、あのスバルと右側にいて、で、コーネとおかゆで左側に寄せてたんですけど、はい、とある事情でこういう配置となりました。どんな事情なんですか？何が起こったんだ。結構事前にね、4人でね、集まってたわけですよ。で、まずは、このオンラインで、この4人で集まるところから始めようって言って、その、マリパンに入ってみたんですけど、うんうん、なんかどうも4人一緒に集まれないと。バカにしてないよ。バカにしてないよ。はい、それで、それで、はい、それで。どうしても集まれないと。で、なんでかってなると、なんか、いろいろ検証した結果、スバルとコロネが同じ部屋に入れないということが判明して、はい。うんうん、はい。それで、まあ、インターネット回線のちょっと相性が悪いということで、で急遽ですね、まあ、遅れた理由としましては、スバルが、コロネの家に駆けつけたということですね。はい。移動してね、急遽。コーネの家に、スバルちゃんが今、はい、隣にいます。せんべいあげる。あ、せんべいあげる。せんべいもらいましたよ。せんべい食べたら食べましょう。食べましょう。ありがとうございます。ボリボリすんな。そう、だから、はい、キャラクターはミオシャのキャラクターがいて、オカイのキャラクターがいて、はいはい、コーリたちは一人のキャラクターを二人で操作するという。なので、なるほど、ね、二人で一つという一連卓勝なんですね。そうなの。だからね、卓勝よろしくお願いします。勝とうね。あんあん。バカにしてんだろ。怖くない。開けて。はいはい。はい。はい、なんか、ね、これを機にね、なんか二人が、すごい仲良くなったり。ね、勝手に食うなよ、先生。勝手に食うなよ、マジで。あんまあげる。じゃあ、音量調整さっきしたけど、なんかわかんないけど、うち音量調整、なかなかできなくて。一応ね、みんなにも、良いですか、うん、聞いてもらいながら。何笑ってんだよ。二人とも何、ね、どうしたの。スバルちゃんがずっとピーチ姫の真似してる。なんかしてないよ。顔どういうこと。してないよ。なんかスカートのルンルンってやってる隣で。スカートじゃないよ。ほら見てみ。いや見てないでよ。なんか見て、誰も笑ってないよ。なんか二人でイチャついてる。大丈夫かな今日。ダメだよ。え？今日ダメかもしれない。今日ダメ。でも勝とうね。うん。うん。勝って終わるんだ。なんか、とりあえず、ボリュームのバランス整えてもいいっすか？はい、すいません。すいません。お願いします。お願いします。はい。コーネ、もう一回喋ってよ。それは言わないんだよ。チャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネル登録。うん。お願いします。お願いします。